百田直樹さんの政党の話を質問してる人がいますが。百田さんの、あの政党作ったらしいってことを、旧ツイッター X でチラ見はしてるんですけど、うん、ちゃんと見てないので、うんうん、まあ、要は右からだろうなっていうの感じはしますけど、私は参政党レベルにも票集まんない可能性あるなと思ってますね。でも参政党すげえ集まってるじゃないですか。そうなんです。特にその地方政治で、ちゃんと議席を獲得してるので、うん。好きなんですよね、みんなね、ああいう話が。あのね、参政党って面白い政党だなと思うんですけど、よく世田谷左翼とか言うじゃないですか。小池百合子さんが都知事に選ばれた時に、みんなびっくりしたのは、小池さん右派だけど、うん、自民党の中道よりちょっと右じゃないですか。でも、はいはいはい、共産党支持層まで彼女に投票してたんで、あ、それは女性効果なのかなとかみんな言ってたんですけど、うん、あれ意外に環境っていうの大きくて。ああ、そうなんだ。環境とかペット殺処分ゼロとか、電柱地中化みたいな話って、うん、その身の回りですよね。うん。だから、国政とか外交では右に見えても支持しちゃうっていうのがあって、小池さんの時に投票した女性たちと、その旦那様、自民党に投票する旦那様が両方同じ政党に投票できるのが参政党っていう。へえ、でも参政党のだってあの政策って全部とんでもじゃないですか。振り切ってますけど。みんなとんでもだとは思ってないの。要はその有権者ってそこまで、あ、反ワクチンはまた別ですけど、そこまで、はい、科学とかいう話は、まあでも反ワクチンもそうなりつつあるかな。なんか科学にの知識ないじゃないですか、一般の人、うんうん、だから環境保護って言ったら、あ、環境保護なんだな、伝統守るだ、伝統守るんだなっていうのに、外交安保タカっていうのがついてるんで、まあ、タカっていうのは孤立主義保守なんで、うん、その外交安保の保守主義が山本太郎さんと全く違うとこなんで受けてるんだと思うんですよね、うん、どういうことですか。太郎は何言ってんですか、うん、外交安保に関して言うと。山本太郎さんは憲法とか外交安保では結構左なんですよね。党首討論とかでもちょいちょい振るんですけど、今度あんまり憲法の話はしたがらないんですね。格差の問題だけにみんなを持ってこうとしてるから、令和の所属してる人たちはみんなそういう意味では憲法安保では左ですね。だけど左だってみんな分かってるから令和に投票しない人がすごい多いんですけど、いや右ですって言われたら意外と令和は集まったかもしれないんですよね。そのレベルでみんな投票してるんだ。堀江さんはどういうレベルで決めます、うん、別に実際に投票しなくてもいいんですけど、うん、投票するってなったら何で投票します。ぶっちゃけ難しいんですけど、難しいっていうのはその現実界と、その現実的にこの政策が実行できるのかどうかっていう話と、科学的なとかっていう話をすると、まあ、別に投票できる人はいないんですけど、がっちり支持をしたいみたいな人ってほとんどいないわけですよ。だけど、まあ、それはもうしょうがないんで、じゃあ自民党に入れますかみたいな話に結局なっちゃうんだけど。まあ、そうなりますよね。自民党内にもやっぱり反枠の人はいっぱいいるし、なんかよくわかんないタクシーの利権を、ま、なんかずっと守りそうな人たちもいるし、なかなかね、その、ああ、この人いいなとかって、まあ、割とまともだなとか、ちゃんと話すと本当にこの人って、ちゃんと知識もあるし、実行力もあるし、すごい人だなと思うけど、やっぱりなんか変なこと言っちゃったりとかするんで、そこは違うと思いますよ、とかっていうところとかが、まあ、あまりなかなかすり合わせは難しいので、あんまりですね。業界団体選出の方っているじゃないですか、推薦の。はいはいはい。それはそれでも、見える化されてるのでいいと思うんですよ、わかりやすくて。でもそうじゃない政治家って、そのスピーチしなきゃいけないし、有権者と触れ合うときになんかネタを用意してなきゃいけないし、で、かついろんな陳情も来るんで、うん、ちゃんと考える間もなく大量に情報を仕入れすぎて、一発の顔をまずしてみせなきゃいけないから、専門家でもないのに喋るでしょ、うん、一人僕のあのマネージャー参議院議員にしてみて、ちょっといろいろ実験というかやってて面白いですよね。やっぱり政治家はなるものじゃなくて使うものなんじゃないかって最近すごく思ってきていて。おっしゃる通りです。陳情とかしたもん勝ちだなみたいな。あ、陳情ね。陳情っていうのね、うん、しないと民間のこと何も分かってない官僚になんかやられちゃう可能性って高いじゃないですか、うん、そうやってこう言ってる人たちに、世界は彼らはそういう風に見えてるので、やっぱりその陳情する民間の人たちのその課題感みたいなものをなんとか解決してあげなきゃっていう風に
割と真面目にちゃんと思ってるっていうところはあるんですよね。うんうん、だから、まあ僕はそういう業界団体とか政治団体とか、どんどん作った方がいいと思うし、うん、アピールしていくことで政策は全然変わるよね。まあ僕はなんかロケットの仕事やり始めてそういうことをちゃんと考えるようになったんですけど、それまではね、あんまり別に政治頼んなくてもいいやと思ってたから、うん。政治って時にすごいことしちゃったり、まあ官僚含め、あ、後からじゃんけんなことしたり、あとは間違ったことしたりしますよね。まあまあ、それはそうですよね。そう、人間が考えることなんで。うん。正したいなと思う人をお金出し合って、なんか財団でも作ったりして、で、例えばね、チャイルドレーバーだとか、女性の権利だとか言いたいんだったら、ちゃんと与党にそういうのをロビングすりゃいいと思うんですけど、結局、そういう人たちって、公の官からプロジェクトを下ろしてもらう形でなんとか生きながらえていて、かつ野党に陳情に行くから、社会課題も本当は山猫でやろうと思ってたんですけど、コロナの時これも全部無償でやったんですけどね。全く政治に頼ってこなかったナイトクラブとかミュージシャンとかの人たちの窮状を訴えに ついてってあげて、議員会館にすごい金髪とかすごいピンクの髪の人たちがゾロゾロ入ってたみたいな、そういうのをやりゃいいんですよ、業界が。でも業界がそういうのを作る力がなくて、あとね、飲食の人たちはね、やってくれるんだったらどうぞどうぞみたいな感じなんですよ。いやいや、あなたたちの問題なんだから、あなたたちがちゃんと時間とお金を出してやんないと、それは変わりませんよと。なんで俺が全部ボランティアでやんなきゃいけないんだよみたいな話になっちゃうじゃないですか。確かに、そのインフルエンスがある場合は、インフルエンス使うと世の中良くなるんですけど、それどうやってビジネスモデルっていうか、どうやって生活を成り立たせると思うのっていうね。ところが、うん、そうそうそう。だからまあ、あまりにもちょっと ロビーイングのことをバカにしすぎだなっていうところがあって。でまあ、コロナの時に相当痛い目にあったでしょうと。今のうちに次のまた何か最悪があるですよね。うん、今ね、ロビングで言ったら一番強いのはなぜか外資になっちゃいましたね。だから外資は逆に言うと、外資って、外資の社長っていうか、外資のマネジメントって、日本のことしか考えないんで、逆にそのグローバルのことがどうでもいいわけですから、日本のブランチのことだけ考えればいいんで、当然それはロビングしますよねっていう話ですよね。うん、ちゃんとそこにお金と時間をかけて、ちゃんとやってますよね。まあだから僕もだから、とりあえず自分の課題感を持ってるところに関してはそれすごいやってるんですけど、僕はやってる予防医療と、宇宙とかそっち系のお話なんですけど、例えばライドシェアの話とか、あんまり力を入れられないですよね。別にその直接利害があるわけでもないんで、まあ、田舎のタクシーで高齢ドライバー怖いなとかって思ってるような課題感ですからね。そうね、全部できないですからね。そうなんですよ、全部できないんですよ。だからあんだけでも議員いるんだから、もうちょっと自分の頭で考えるとかって思うんで、なんかいいソリューションないかなとは思ってるんですよね。そういう人たちが来るような勉強会みたいなものをやってみるとか、政治家の人たちが政策のネタを探しに来る場所みたいな、